これから法令資料の特徴と活用法の後半、判例編をご紹介します。判例編では法令編と同様に、まず判例とは何かをお話しします。この研修で扱う判例の範囲も合わせてお話しします。次に判例を探すためのツール、最後に判例の調べ方をご紹介するという構成です。それでは判例の概要についてお話ししていきます。まず判例とは何かと言いますと、各裁判所の判断のうち、重要な法的事項を含み、他の事件への適用可能性があるものとされています。1年間に新しく受ける事件のうち、判例集などに掲載され公表されるのは 1% 以下とも言われ、すべての判決が判例となるわけではありません。また先例としての重要性があるものが判例となるため、有名な事件の裁判だからといって必ずしも判例になるとは限りません。次に裁判と裁判所についての基本事項です。裁判は大きく民事裁判と刑事裁判に分けられます。民事裁判とは、私人間の法的関係についての紛争の解決を求める裁判のことで、刑事裁判とは犯罪を犯した疑いがある被告人について有罪かどうか、どのくらいの量刑にするかを公開の法廷で審理する裁判のことです。また、行政裁判、家事事件、少年事件などと分類される場合もあります。裁判の種類は判決、決定、命令に分かれ、それぞれ裁判の主体や上訴手続きなどに違いがあります。また、訴訟が裁判以外の方法によって終結する場合も少なくなく、裁判外の紛争解決手段として和解、仲裁、調停、斡旋といったものがあります。裁判所は最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所があります。我が国は三審制をとっており、第一審を取り扱う裁判所は事件により異なります。これらの裁判に関する用語については、裁判所のウェブサイトなどでも紹介されていますので、ご参照ください。次に判例の引用形式についてです。判例はどのような形で資料の中で引用され、特定されるのか、一例ですが、具体的に細かい項目を確認してみましょう。まず、裁括弧一所というのは、裁判が行われた裁判所名です。この場合は、最高裁判所第一小法廷のことです。最高裁の場合は、大法廷、第一、第二、第三小法廷の別も記載されます。判というのは裁判の種類で、これは判決を意味します。裁判の種類には、判決、決定、命令の3種類があります。それぞれ頭文字を取り、決定の場合は決、命令の場合は命と記されます。次が裁判年月日で、判決等の年月日です。続く平成7年括弧は第437号というのは、事件番号といって、判例の特定に有用な部分です。事件番号は、定素年、事件の種類を示す符号、番号を組み合わせたものです。各裁判所によって、当概念の裁判種別ごとに番号が振られます。同一の事件であっても、地方裁判所で審議したものと、高等裁判所で審議したものというように、審級が異なれば、事件番号も異なります。符号というのは、これによりどのような種類の事件の裁判かが分かるようになっています。今回の例のひらがなのアは、刑事上告事件を表します。他の符号の意味は、スライドに記載した裁判所ウェブサイトの URL で確認できます。事件番号の次に書かれているのが出典です。判例を掲載する判例集や雑誌の名称、刊号、開始ページが記載されます。刑集というのが資料名で、最高裁判所刑事判例集という資料の略称です。このように資料名には略称が用いられることが多いです。続く 50.2.221 というところは、
50巻2号221ページ以降という意味です。